おはようございます。お、ちょうど来たな。しまったしまった。視聴者の皆さん、カメラ回したらね、今日朝6時半、はい、週に1回、何曜日、今日水曜日、そうです。6時から朝会ってやって、で、みんなが6時半着だもんで、ね、会社。お、みんな来てるよ、トシ君も。ほら、お、来てますね。お、来てるよ。で、今、あの実習生の職場も来ちゃったわ。はい、カメラ回すの遅いな。タイミングが、あ、ドバの長老が来てないんだけど、一応6時半、まだいたら遅刻。まだ今日も視聴者大好きな俺が遅刻に対するブチギレ動画。ちょうどだね。ちょうど今朝だね。そっち喋ろうか、じゃあ。聞きながら。で、ちょっといろいろ聞かせてよ、ついでに。おはようございます。やめてくださいよ。はい、やめてくださいよ。あ、ブチギレセーフだ。あとダメ遅刻だ。ケントの来てないのかな。それでも下手したら高い人もいるぐらい来てる。トシ君、おはようございます。あれ、トシ君どこ行った。あれ、トシ君か。おい、そうか、みんな遅刻しとる。あ、リージ遅刻っすね。あ、いつも。いや、いつもはみんなしてるんです。装備忘れたわ。装備忘れたわ。あ、で、一回出たことあるの。もうちょっと詰めて。しゃべるぞ。おっとい昼飯の時。もうちょっと詰めて。もうちょっと詰めて。誰が来たの。ケンタロクです。はい。で、あ、産んでしまっとんだ。おはようございます。産んでしまっとんだ。すごい。お前、血流しとらんかな、鼻が。はい。鼻血。はい。ひげか。もう、もう、ここだけでやっこいんだよ。奥さんが見えるところに殴らなかった。奥さん見えるところに殴ったからの。何分やん。あ、今は31分。31分だって。あ、そうです。奥さん見てるんだろ。なんだ、最初なんて言うんだ。遅刻したなんて言うんだ。すみませんでした。あ、いいよ。飲みたい。はい。この朝が週に1回こんなテンションで来られたくない。いや、全然大丈夫です。嬉しい。はい。いや、ばっかりかやっけ。眠てよな、毎日。日曜日、キャバクラなんか行ってるでしょ、眠てよ。そうっすね。はい。あ、人の金で。人の金で。ああ。はい、あとだよ。もう本当に終わり。いや、ちょうど来てない。ちょうど来てねえやん。うわ、楽しみだわ、ちょうど来てるのは。俺、あいつ一緒に食べる前に。先輩より普段文句言われるよ。こんな時だからこそ。寝坊しとんちゃう。いつも結構遅刻？いつも遅刻？最近多いかもしれないですね。嘘。嘘。何をね、なんか今日言ってたね。あの、前動画出たの？あの、あ、ま、自己紹介したの？一昨日、昼に伊藤さん編集長来て、うん、で、出てくださいって言ったんです。一回断ったんですけど、うん、で、ケンさんも出るから、で、二人で飯食う、うん、あとドッグと三人で飯食いってるところを、うん、ドッグ？ボックじゃん。ドッグ、ドッグ。ドムみたいな。ドム、出ますみたいな。その時にあの一応、まあ、自己紹介動画みたいなので、うん、はい、あ、出てもいいんだ、別に動画に。その別に変なと言わなければ。関東で、まあ、行っていいの？どこまで行っていいかわからないけど、あ、まあ、ある大きい会社が働いてたんだね。要は現場でトビが結構メインの。トビをメインにした解体とか土木もやってましたけど、うんうん、そうだね、はい、女優がメインの会社におって、はい、管理でやってた。管理でやってた。職人じゃないんだよ、もともと。年いくつだった。37です。37。そこから現場なの。どう。で、これちょうど1週間昨日で1週間ちょっと一回マスク取って。いや、もうちょっとパッと全部取って。死にかけとるわ。今から全部やる。そう、あー、もうここが痛い。はい、でも来る前にちょっと1週間ぐらいよそでアルバイト行ったんでしょ。1週間ぐらいアルバイトは行ったんですけど、結構ゆるくやったんで、うん、はい、あ、それはゆるくっていうのは、あ、お手伝い程度だったの。そうですね、あの友達のとことか、うん、知り合いのところに、あ、いろいろ転々と行っとったんだ。そうですね、いろいろ、まあ、いろいろちょっと現場慣れしていこうと思って行ったんですけど、うんうん、まあ、がっつりこの1週間がっつりその仕事をやるっていうのが、うん、まあ、もう数十年目なんで、うん、まあ、頑張ります。死んでくれてるじゃん。37。今年で8になります。足場デビューは偉いよな。偉いっすね。みんな早いんで。は？そうそう、早い。どう、なん、ちなみにさ、そうやってさ、はい、まあ、女優であちこちの会社行って、はい、まあ、現場見に行ったりするじゃん、はいはい、で、そのうちの人間どう見とってスピードは。いや、もう
逆に視聴者は聞きたいよね。もう一回やるとこんなあんな、うん、YouTube やってないでしょみたいな感じじゃん。どうせ実際どう、まだその僕はケンさん、トシさん、ショウさん、うん、3人としかやったことないんですけど、うんうん、あとベトナム人、うん、すごいですね。はい、あの、まあ、ケンさんはその、うん、もうそのまあ、もう、まあ、トシさん、ショウさんも、まあ、組むの早いし、ケンちゃん朝ですよ。おーす何だろう顔今空気になって入ってくるんだけど、おっさん、はい、トシさん、やっとんすか。ヒゲは生えっぱなしだし。今日おとなしいぞ。遅刻したよ、何も言えんで。5分も遅刻ですよ。何やったんですか、このヒゲで。もういい。家はいいから。会社員になったらクビでしょ。ごめんなさい。ちょっとうちですよ。いいことは言うけどな。あんたな、一緒に夜飲むといいことは言うけど。先輩。遅刻しました。はい。遅刻しました。はい、わかりました。頑張ります。はい、わかりました。今日はおとなしいわ。今日はおとなしいわ、おっさん。おとなしいわ。ほんで、全員？これ全員っすよ。ああ。ほんで、誰が一番早いの？その3人だから。その、誰が早いっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、勢いというか。うん、はい、あとまあベトナム人に育ってますよね。すごいみんなが、ああ実習生が仕事できる、動くし、うん、だからみんな動いてるんで自分ついていけなくて、うんうん、その関東が遅いってわけじゃないでしょ。あ、それはもうただ自分が遅いだけで、うんうん、まあ、関東でもそういうまあ多分バリバリやってるところがいっぱいあると思います、うんうん、で僕がまあそれ選んで応援とか行ってたんで、うん、まあ、その自分がその知ってる足場さんの中でもよくやってるところとかに応援に、うん、あ、そういう感じなんで、ね、まあ、中には多分そのバリバリやって、うん、多分そのハードなの、ハードっていうか、うん、ガツガツやってるところもあるんです。関東だとやっぱ値段もいいの？値段はいいんじゃないですかね。まあ、僕が、まあ、聞いたのは650円とか、うん、1人いくらぐらい？450円からぐらいかな。戸建てで？まあ、低いやつでね。高さがあると値段取るでね。じゃあうちもっと高く出さないとるやんとか言ってる、思わねえ。じゃあ足場の仕様が。500円聞いたことないですよ。ほんと。ただまあ場所代とかもあるよね、資材置き場と。トラックの駐車場と、そう考えるとさ、こんな土地持っとったら向こうなんか何倍でしょう。持ってないでしょ。だよね。これぐらい。まあそういうのもあるよね。二トン車でも縦にガッツリ積んで。ああ、ガッツリ積んで。二トン車でも持ってるとこほとんどない。ああ、もう入ってけへんもんってね。じゃあもう化石祭だみんな。もうガッツリ。もうみんな化石祭しとるわけだ。くやー。ケンタロウ君の嫁です。ケンタロウ、ケンタロー、あれケンタローは、あ、女が来た、はい、女来た、嫁来た、入ってきたぞ。嫁入ってきたぞ。結構強いな。しかも挨拶もしんかったな今。あ、どうもみたいな。これ社長だぞ。普通社長だな、挨拶しんか。強い。メモはしてくれ。あ、誰が一番早いの？あいつで俺言われそうな顔しようでしょ。もう分かるもんな。もう振ったらあかんな。昨日一昨日で翔さんの現場、うん、結構マンション大きいの行ったんですけど、うんうん、早いですね。早い。そう。この顔がいいや。この動きと顔。まだ話を解体言ったことないんで、解体言ったらこれちょっと自分持つかなっていうレベルの。うれしそう。ちょっとマスク取って、マスク取って、マスク取って。うざいわ。お前マスクいらんやろ。じゃないとお前喋らんもん。マスク必要ないでしょ。喋ったとこ見たことないけど、マスク必要ないでしょ。お前、俺みたいにベラ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 喋れないぞ。マスクしてたら視聴者に怒られるけど、お前みたいに一言も喋らんもんで、ね、マスク必要ねえだろ。口ついてねえんだね。はい。はいとか言って。あ、そう。まあでも面白いな。じゃあ関東行こうぜ。一緒に行こうぜ。まあ俺は遅刻しないじゃんかな。関東だったら1分でも遅刻したらもう即、あれでしょ、カットでしょ、値段なんか。その辺はちょっと、確かわからないです。まあ厳しい現場は多いんじゃないですか、ね、うん。まあそうだよね。あ、そうやない。あ、上流で人募集しとんだな。あ、します。手間受けでもいいの？手間受けも一応、まあ知ってますね。いいの？手間受けでも、まあトラック持ち込みでもいいし。
在庫でもいいし、まあ、できれば在庫量を使ってくれた方がいいんだろ。そうだったら、余った量を使って組んでくれたら、組んでくれたら、まあ手間でどれぐらい出るかが、まあ、それ要相談だと思いますけど、はい、ぜひ、募集っていうか、ここら辺の人ね、まあ、いきなり関東から来られても、もう朝何時に出なかったんだろう。実際は、応援来てくれる方がいいですね。応援来て4個乗れますよとか。ああ、そういうことな。まあ民間なら組めますよ。いくらぐらいで？応援ですか？うん、出来によっては違うけど、民間用意で組んでくれますと、かけ払いしますよとか、ね、うん、まあ、今この状況だである程度値段は相談するよってことな。2、3人ぐらいでセットで来てくれるといいな。そうですね、もう全然最近ないもんね。じゃあ今日の朝40分です。6時40分はい、今日はショーの現場密着だろう。そうっす、うん、次回じゃあこのまま2本連続で今日は密着いきますんで、はい、誰連れてくの？行くの？一緒？あ、違います。誰が行くの？メトロノームです。だけ？はい。いや、お前動画もあるもんね、お前一人でいいとこ見せたいもんね、お前一人見んちゃうん。違う違う違う、それとかちゃうん、お前。じゃあ行ってみようと思います。はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの、またねー。